総北、来たかよ。大したもんだ。さすが去年のインハイを沸かせた二人だよ。いや、こいつより俺の方が沸かせましたわ。絶対。ぶっちゃけまとめないでもらえます？こんなんと一緒にせんといてください。知らねえよ。まとめるだろ普通。さすがユキちゃん、ツッコミが早い。去年のインハイじゃワイはもうそら目立って大人気。バカ言え、俺の方が静かな人気なんだぞ。お前のファンわけうるさいやないかい。お前のファンは男ばっかりだな。関係ないやろボケ。おいおい、ここまで来てチーム内で自己主張かよ。余裕だな。作戦か仲間割りか、いやどっちでもいい。ロードってのはチーム戦なんだよ。出たぞ箱学。見たらわかるわボケ。しかも上りでだ。あの黒田さん転校したとはいえ元クライマー、上りは一級品だ。出た上りの黒田。あいつ勝負決めるときはいつも上りで仕掛けるんだ。かえ来いよ。来てみろよ総北。俺が引きちぎってやる。ここで。知ってるぜ赤い頭の鳴子。今前引いてるお前は元スプリンターだ。上りで仕掛けてくるぞ。おいマジか、あのハメ君。総北は鳴子が引いてる。俺去年も見たけどあいつはスプリンターだ。追いつかないぞ、ここで離される。うっ、笑ってる。上りで仕掛けてくるとは美味しいことしてくれるやんけ。ワイの大好物を知っとるか。お好み焼きとおでんの牛筋、もう一つはみんながワイの凄さにびっくりする顔や。おーらー、ナルコ必殺の自社開発アームストロングクライムバージョン2や。すごい速度で駆け上がっていく。ハンドルを左右に振って。総北ナルコ、あいつ派手だ、派手だぞ。待ってたんだよ聞こえた声、向かろうかくれ走り続ける。僕にしかできないこと一つだけ。一生分かけた夢はまだあるか先で、それでも前は向けてる。 Oh, 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 oh. 頑張れ生きる人、君は弱さ隠さない人、本当は強い人。頑張れ生きる人、君は誰かを覚えるけど、あかん。腕の力を推進力に変えるアームストロングクライムにも限界出てきた。どうにもこれ以上タイムが伸びん。インパクトが足りん。なんかないか、さらにパワーアップするために使えるもんが。腕は使うとるし、足はもちろん使うとる。やるからにはブワーッと派手にやりたいねん。あーっと驚くような、常識では考えられんみたいな。なあ、そや、何か物事を変えるときに必要なんは枠を作らんことやって師匠も言うとった。常識を疑うこと。足もちろん使うとる。もちろん。いや、使うとると思っとるところにまだ使うてない部分あるんとちゃうか。あかん、ひょっとして見つけてもうた。やっぱりワイは天才やー。バージョン2で使うのは
ま先や！たかがつま先、されどつま先、足の先っぽが常識を変える。自転車のクランクを回して推進力に変えるとき、有効なゾーンは初めの1/4、そこからは下向きの力に変わるから、力を入れてもロスが大きい。その大事な1/4に最初に到達するのはつま先。せやからワイはつま先を鍛えた。そうやってパワーを増幅、さらにペダルを、軸を押すように。通常前下がりのつま先を上げる、押す、かけたパワーを逃さんように全てを推進力に変える。上りで仕掛けてくれてありがとうさんや。見さらせこいつがアームストロングクライムバージョン2、つま先進むくんや。こいつ総北鳴子追いついた。上りでマジかよ、あれエイゾン鳴子派手だぞ。どうやデーハードヤドヤクライム言うのもあるで、試してみるか。いややめとこう、よくわかった。なるほど、自己主張の仲間割れじゃなかったか。やっぱスイッチ入れなきゃ勝負はつけらんねえってことか。こいつらのチームワークを崩すには。最後に一つ確かめときたいことがある。総北、お前ら二人エースはどっちだ？ユキちゃん、それは決まってるでしょ。後ろがカッカッカ、気になるか。決まってるでしょ。作戦やから教えんと言いたいところやけどな、大サービスや教えたるわ。エースはワイヤス。恥ずかしい、何言うとるんや。ちょ、ナルコ本気か。当たり前や、この赤い弾丸天才ナルコ小吉様が総北のエースや。落ち着けナルコ、エースは俺だ、手島さんも言ってたろ。あれはお前が変に気張りすぎんようにする口実や、多分。違う、エースは俺だろ。忘れたか、合宿の時勝ったのはワイヤ、実力の差がはっきりした。あれは僅差、僅差で勝った。ビンゴだな、この二人今日初めて組んだ急ごしらえのコンビだ。待て、さっきから前引いてるのは俺の足を溜めるためじゃないのか。普通前にいる方がアシストだろう。アホか、目立ちたくてやっとるだけや。ゴール前はお前が引け。あ、そもそもなんや、ワイが飛び出すとき。だから用意しといたよ、最速の男。言うたやろ、お前になんか用意されてへんわ。用意したんじゃないか、俺がチームの戦力のことを考えて。それはお前にアシストとして働いてもらうためだ。なんでワイがお前のアシストせなあかんねん。ともかく落ち着け、エースは俺だ。ワイや、スプリンターのお前にオールラウンダーになれと言ったのは俺だ。決めたのはワイや。いるんだ、レースにはこうやって慌ててコンビ組んじまうエースとアシストが。そういう奴らは大抵バラバラ。またんかこらボケ。待てよ箱学、逃げんな。どこ行くつもりっすか。反応した、二人揃って。しゃ、ほんなら勝負や。すかし、あ、ゴールまでにこの箱学さん振り切って。ほう、先にゴール入った方がエースでどうや。はぁ、それって望むところだ。ユキちゃん、分かってる、行くぞ足利、加速する。お、俺たち箱枠を無視しててめえらだけで勝負だと。なめんな総北や。手島さんはほんのり俺推しだ、俺をエースだと思ってるぞ。アホか、時代はいつもニュースターを求めとるんや。こいつらガチで言い合ってやがる。さっきから声でかいぞナルコ、敵に俺たちが初組だってバレるぞ。なに、よし、ほな仲良しのふりするぞ。いや、それはちょっと。おい、ゴール前、大切なのはコンビネーションだ。それが欠けてる奴らをバラバラにするのは簡単だ。アスキバー、おう、でかい箱学アスキバー、エースが出るのか。いや、そっち、でかい方に気を取らしといて、反対側から気配を消して一気に前に出た。あかん、こっちもや、形勢一気に逆転された。
元通りだな、総北。マジか。今のは一瞬の足場のフェイクと俺の瞬発力でできてる。足場はでかい。誰もが目を奪われ引っかかる。俺たちにしかできないコンビネーション。俺たちは春先から8戦8勝。実績が違う。何抜かれてる、鳴子。油断するな。お前の方こそボーッと見とったやないか。お前が、お前やろ。急ごしらえのコンビをバラバラにするのは簡単だ。窮地に追いやってやればいい。そうすりゃミスをお互いのせいにするもんだ。スイッチ出すまでもなさそうだな。エースは3位争いで決めろ。デタラメは何も生まねえんだよ。また先行かれた。あの黒田さん、とにかく瞬発力が桁外れだ。どっちが取るかな。戦闘ですか。箱根学園とうちですよね。うち、総北ですよ、きっと。いや、鳴子と今泉、どっちが取るかなって。あいつらにはエースは自分たちで決めろって言ってあるからな。デタラメなオーダーだと思うか、小野田。けど去年お前たちはそうやって総北を優勝まで引っ張り上げたんだ。信じてんだ、あの二人の力を。あの二人は仲悪いし、いつも言い合ってる。協力もしない。だけど、はい、自分たちがやるべきことが何かを一番よく分かってる二人だ。早く引け、鳴子。行っちまうぞ、箱学。うっさい、ボケ。荷物しょっとるから、ゆっくり走っとるだけや。ああ、荷物だと。山でアホみたいにずっと引いとったやろ。スカシのくせに無理して。余計な。ワイが変わる言うたのに、下がっとけとか言うてカッコつけて。ああ、カッコつけは腹立つわ。せやから今、引いたっとるんや。なのにな、人が親切に引いとるのにお前はリアクション悪い。ワイの新必殺技、つま先進むくん出した時もじーっと、ぼーっとして、すごーとか、やばーとか、リアクションあるやろ。こんなん隠しとったんか。マジか、すごすぎてうんこ漏れたとか、リアクションあるやろ、もっと。ああ、あれか。当然だと思ったからな。驚かなかったわ。インハイのステージで、お前ならそれくらいの必殺技はちゃんと用意してるだろうと思ったからな。は、分かっとれないか、スカシのくせに。しゃあない、追いかけようか。お前と二人って言うんは引っかかるが、ワイらが何をしてでもやるべきことは一つ。ああ、このジャージを真っ先にゴールに届けることやからな。当たり前だ。追うで、ハコガク。ほんでもって抜く。言われなくても。あいつら二人の全部を引き出せば、いや、引き出さなきゃあの王者には勝てない。まして思惑渦巻くインターハイだ。ゴール前の敵は一つとは限らない。あ、なんだ、ボトル運んでるぞ。すみません、通ります。急げ、杉本、すぐそこまで来てるぞ。はい。間に合った。今泉、鳴子、この鳴るだけでいいっす。今泉、鳴子、行かれ、総北、今泉。声がでかいんだよ、杉本。聞こえてるよ、心配すんな。ゴールはワイらが絶対取ってやる。今泉、あと10キロもしないうちにゴールだ。すぐだ。この気持ちが少しでも力になるなら全力で願うよ。取ってくれ、任せたぞ今泉。テントに戻るぞ、杉本。な、はい、古賀さん。そろそろ後続が来る。小野田と手嶋が後ろのカブラギたちと合流してるだろう。二
2人で4人分渡すのは大変だぞ。そうか、そうですよね。でも間に合ってよかったですね、給水所。ああ。みんなの補給を背負ってスペアバイクで走って、きつかったですけど、なんていうか、もちろんコースではないけどインターハイで走れてなんか嬉しかったですよ。うん。さっきは一生懸命で間に合うことしか考えられなかったけど、今になってしびれるっていうか、興奮しますよね。僕はやっぱり頑張って来年こそインターハイ。古賀さんは3年生、今年が最後のインターハイなんだ。あ、すいません。気にするなよ杉本。出るか、来年のインターハイ。だったら目いっぱい練習しとかなきゃな。よく覚えとけよ、インターハイのこの雰囲気を。けどその前に仕事だ。後続に補給を渡…サポートが出てる。あれ、京都、なんで。箱学の間違いじゃないのか。後続の俺たち総北と同じ位置にいたはずだ。聞いてなかったのか、修正の無線。後続を振り切ったそうだ。銅橋たちが力負けしたとは思いたくない。行かれたと言って先頭に追いつくとも限らない。けど追ってるのは事実だ。信頼はしてるけど、京都の御堂筋ってのは去年もトリッキーな動きをしたって話だから。たった一人で。いや、今年先頭を追っているのは二人だ。京都伏見111番エース御堂筋明、同じく116番、1年岸上小まり。あいつ、メンバー表では補欠だった。マッサージャーだって噂だったのに、走るのかあいつ。本当に出ないんですね、インターハイ。いい肉だったのに。あっぱ。行け、恐怖地不明岸上。なんだあれは、勝利を狙う目じゃない。いや、スプリントも山も狙ってこなかった。やはり今年もゴール一本に絞ってきたか、京都伏見。気をつけろ今泉、鳴子、あいつら追いつく気だ。前に出るか小まり。ええ、もちろんです。引きますよ、先頭に早く追いつきたい。先頭にはいい肉がたくさん集まってるんでしょ。はあ、肉、はあ、肉が。ほんまに小まりくん、我慢のでき男やわ。一瞬だった。給水の準備のため、ほんの一瞬集中力がそがれる瞬間を奴らは狙っていた。目いっぱい警戒していた。今年も京都はゴールを狙ってくるだろうからと。仕掛けてくるなら給水所へ手前だろうと。なのに抜かれた。トーマス、カブラギ、出ろ。何やかから、京都を止めろ。くだらないスプリント争いなんかするから、大事なところで捕らえられるのや。狙う気だ、ここからゴールを。気をつけて今泉くん、鳴子くん。じり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 追いついてきたで、箱垣さん。ゴールまで残り4500。まもなく終着駅、鳴子特急、ゴールまでの先着直通運転や。そりゃいい、乗って行かせてもらう。ただ乗りすなボケ、お代は100億円や。ほう、安いな、現金でいいのか。うーわー、感じ悪、金持ち発言。冗談。お前すかしすぎて冗談に聞こえんわ。友達おらんやろ。小野田と、ほんまにおらんやないか。なってやろか、ワイが特別枠で。いや、いい、俺は家に遊びに行ったやつを友達と呼んでいる。なんやその小学生みたいなルールは。なんとでも言え、どんな些細なことでも
俺の基準は俺が決める。しかし残り 4000m でエース今泉が前に出た。加速する。引きちぎられるなよ鳴子。誰に言うとる。ワイは天才オールラウンダーマン鳴子勝吉や。こいつら今泉が前出て加速だとエースを温存するってこと知らねえのか、ど素人が。エースはワイや。エースが決まってないならどっちでもいいってことか。デタラメだ、やっぱデタラメだよてめえら。ゆきちゃん知らねえんだ自分がどの位置に立ってるか。教えてやるよ、俺が分からせてやるよ。舐めやがってスイッチ入れる。勝てると思ってんのか俺たちに。そんな一か八かの作戦で。21が2、2人が4、23が6、24が8、2510、2612、2714、2816、肉18、肉の群れ。御堂筋、京都伏見。なんてプレッシャーだよ。こいつとんでもなくでかく見える。追いついた。で、多分すぐに荒北さんが仕掛けてくっから、そしたら俺と足木場が。なるほど、ではゴール前はユキが先陣を切り。バッハ、いやすまない。バッハ、そ、作戦を。おい、東一郎、言いてえことがあんなら言えよ。ユキちゃん、これ俺の前のやつ何？キノコ？俺だよ！